スーパーファイト3分5ラウンドです。両選手がすでにリング上です。青コーナー190センチ、106.4キログラム、ノブ林、元祖逆輸入ファイターノブ林。赤コーナー190センチ、107.0キログラム、中迫強し、魔界のプリンス中迫強し。レフリー角田信明、ジャッジ水岡正人、中川圭介、大成敦。肘での攻撃、頭部バッティング、それから下腹部への攻撃がしないこと、クリーンファイトどうですか。はい、コーナーラウンワン、試合開始のゴングが今鳴りました。まあ本当、着陸魂対空手魂の対決みたいな感じで、さあ空手家の魂か、それとも名門ジムの魂か。さあ最後にリングに立っているのは誰か。元祖逆輸入ファイターか、魔界のプリンスか。いや、打ち合いしますね。さあ壮絶な打ち合い、いきなりの打ち合い、 KO 決着しかありえません。そして左のアッパー、ハイキック、中迫強し。左アッパー、ジャブで牽制、ワンツー、そして右のハイ、あっと再び上段蹴り、打ち下ろす、フック、そしてフロントキック。さあミドル、左のストレートに合わせたジャブ、うわ左のストレートねじ込んでいく、また狙っていく。 OK、 ブレイク、ブレイク、一旦ブレイク。左ストレート、今度はハイキック、ここはなんとか返した。右ストレート、ロブも返す、左のミドル、ロブも返す。さあ追い詰める、チャンスになるか。ダウンだ、中迫ダウン、ダウン、まずは最初のダウンを奪っています。ここで負けるわけにはいきません。ロブのリー、さあ防衛のダメージはどうか、まだダメージ終わっていいのか。さあ強烈なフックを放ちます。今のパンチありましたね。ワンツーからの右のハイキック、さあジャブ、右、左のミドル、これもガードの上、中段回し蹴り、今度はハイ、倒しに来ましたね。一気に行く、一気に行く。さあゴングまで耐えるか、耐えられるか。緊張感の中、第1ラウンド終了です。谷川さん、ここまでの中迫どうですか。まあダウン取れましたけど、ダメージも与えてますからね。ダウンを喫しながらも確実にダメージは与えています。さあ先ほどのダウンシーンです。この右ですね。これが初めてのダウンとなりました。さあ今のダウンシーンをご覧いただきましょう。右のフックですね。ここはダウンを奪われました。そしてこれもフック、ちょっとガード甘かったですからね。今度もフック、ほんと左のパンチはいいですね。そうですか、はいはい。さあどちらが先に当てるのか、第2ラウンドに入っていきます。ラウンド2、第2ラウンド開始のゴング。右のミドル、ハイキック、しかしこれもガードの上、あとフック、再びミドル、また右のミドル、ここでハイキック、そして膝、ロブの左、そしてジャブ、こちらもコンビネーションを見せました。そして左のミドル、あとストレート、ジャブ、今度は膝、
ワンツーから膝、さあ強烈なフック、今度はもう中里も返す、そして右のハイキック、またねじ込んでいく、また右ストレート、さあ接近戦一気に出るか、さあジャブ、またもフロントキック、空を切る、ジャブで牽制、さあジャブ、今のは効きましたね、一発もらっている、ストレート、今度もカバー、あっとハイキック、さあその接近戦どうだ、ジャブ、ワンツー、そして膝、ショートフック、ワンツー、そして右のロー、フック、いいですね、アグレッシブで、またラッシュ、このラウンド決着になるか、ノブ、ノブだ、右のフック、右、ここでハイキック、長坂の右、スローキック、左のミドル、あー、ここで第2ラウンド終了。谷川さん、ここまでの中迫どうでしょうか。いいのが入ったんですけどね、最後の一発が出なかったですね。確かにダメージは与えましたが、その後が続きませんでした。さあ今のラウンドのこのシーンですが、ここですね、ちょっとクラッとしたんですが、今度もハイキック、あそこで決めないとダメですね。あー、これですね、そしてこのハイキック、ガードが甘くなったところを狙われましたね、一瞬グラッとしました、いや豪快な一発でしたね、強烈な一発でした。これから第3ラウンド、セコンドアウト、ラウンド3ポイント、今第3ラウンド開始のゴングです。まずはミドルから、ジャブで牽制、まずはコンビネーションを見せていきます。あ、いきます、いきますよ、パンチを集めた集めた、このラウンド勝負と見たか、ここでハイキック、左ストレート、左、中迫も返す、右のハイキック、右、右ストレート、あー、ダウン、ダウンですよ、ノブダウン、ダウンを奪われた、もう点を捉えた、効いている、ここでは終われない、これで終わりか、さあ立ち上がります、ダメージは大丈夫か、チャンスは一瞬でいい、さあ至近距離に詰めた、これはパンチの距離ですね、右のミドルキック、ジャブ、ワンツーからの左のロー、さあ膝を飛ばす、さあフロントのキック、あと右ストレート、ジャブから右ストレート、そして右のロー、右ストレート、さあジャブ、あ、聞きましたよ、いいタイミングで捉えた、そしてジャブ、ワンツーから膝、正拳突き、今左入りましたね、今度も同じところ、これもしっかりガード、さあカウンター狙った、ローキック、中里も返す、ノブの左、右ストレート、今度は右、さあ両者の距離が短くなったが、中里の右、さあもう一回、今度も連続攻撃、さあ第3ラウンド終了です。谷川さん、ここまでノブはどうですか。でもよく耐えてますね、打ち返してもらいたいんですけども、はい、このラウンド何もさせてもらえませんでした。さあ先ほどのダウンシーンです。ここですね、このラウンドついにダウンを喫しました。さあ今のダウンシーンをご覧いただきましょう。いいのハイキックですね、この試合最初のダウンです。
そしてこのミドル。ちょっとガード甘かったですからね。いやこれは効いてますね。あやっぱり強烈ですね。これから第4ラウンド。デゴンナウト。ラウンド4。第4ラウンド開始のゴングです。まずはストレートから。また打ち下ろしていく。あっとストレート。これもコンビネーションを出してきます。バーローキック、これはどうか。2人組いきますよ。さあ打ち合いになる。さあどちらの勝ちたいという気持ちが強いのか。次のロー、フック、今度はハイ。さあミドル、これもカバー。ハイキックだ。あっと右ストレート、右アッパー。こちらもコンビネーションで返していきます。右ストレート、今度もコンビネーションを見せました。おお、左のストレート、かろうじて返す。右のミドル、ノブの左、そして右のミドル、左のハイキック、右のダウン、ダウン、ノブダウン、ノブダウン、撃沈。2度目のダウンを奪われています。右のハイキック、残り1分でダウン。この第4ラウンドダウンを奪っています。すでに右手を突き上げているが、どうだ、もう力は残ってないのか。ここで崩れ落ちるのか。ノックアウト、右のハイキック、全く立てない、立てません。魔界のプリンス中麻子剛、見事なノックアウト勝利。しかし谷川さん、自分のスタイルで戦いましたね。うまく試合作ってましたね。最後まで相手の思い通りにさせませんでした。あとノブどうしちゃったんですかね。K の女神に導かれることはありませんでした。ジャパンのコーチ中迫剛、 KO で勝利を収めています。